クシャンの人々はローマから航海を経てインドにもたらされた物資を陸路五環へと運ぶルートを支配するようになりました。シルクロード交易の繁栄とともにクシャン人は巨万の富を得ていきました。コインからは広大な多民族国家を支配するためにカニシカ王が取った政策も他のさまざまな民族が信仰する神の姿をコインの裏側に刻んでいたのです。これはインドの人々が信仰したシバ神です。イランの人々の守り神、太陽神ミトラ。そしてギリシャの風の神、アネモス。カニシカ王は様々な宗教を認め、異なる民族を治めようとしていたのです。カニシカ王は宗教に対してとても寛大でした。コインに刻んだのです。カニシカ王はあらゆる宗教を尊重することで統治しやすい環境を作り領土を拡大していったのです。あらゆる宗教に寛大な姿勢をとっていたカニシカ王。仏教はそうしたカニシカ王の支配下で大きく変容していくことになります。北欧ノルウェーの首都オスロ。ここで今クシャンの時代に起きた仏教変革の謎を解き明かそうとする研究が進められています。ノルウェー科学アカデミー高等研究所です。ここにガンダーラの西の端バーミヤンの洞窟で数年前発見された仏教の経典が保管されています。ノルウェーの富豪が買い取ったものです。ヤシの葉や白樺の樹皮などに記された1万点を超える経典。ガンダーラからこれほど大量の仏教の経典が見つかったのは初めてのことでした。文字の形などから最も古い経典は今からおよそ1800年前のものだと見られています。それはクシャン人がガンダーラを支配していた時代です。人類の貴重な文化財を共同で研究しようとノルウェー、アメリカ、日本など世界11カ国から研究者が集まりました。経典は傷みがひどく直接手に取ることはできません。研究者たちはパソコンの画面こうした作業の積み重ねの結果、これらの経典が仏教の歴史をたどる貴重な資料であることが分かってきました。まあ、ガンダラ地方には仏像はたくさん出てきましたよね。ガンダラ仏というのはね、しかしそういう文字で書いたいわゆるその思想そのものを伝えている資料というのは今までなかったんですね。ほとんど今回それがですね、まあ、破片も含めてです。仏教が栄えた古代の生の資料をですね、21世紀になって我々はこれを目にしているわけですからね、もうこれは大変なことですね。解読を進める中で興味深い事実が明らかになってきました。アメリカ人のリチャード・ソロモンさん、
ガンダーラで使われていたカローシティ文字解読の第一人者です。ソロモンさんはクシャンの時代に記録された経典の中ここを見てください。六波羅蜜という言葉を見つけたんです。六波羅蜜とは悟りを開くための六つの行いを示した言葉です。お布施をするなど善行を積むことでも悟りを開けるというそれまでにはなかった新たな思想を表しています。